中島さん、今年の4月から成年年齢が18歳に引き下げになるのをご存知ですか？まあ、ニュースで見たことありますね。何かこうね、はい、大人の階段をちょっと早く登っていいんじゃないですか。その一方で成年年齢引き下げにより消費者トラブルに巻き込まれる若者が増えることが懸念されているんです。未成年者には親などの同意を得ないで契約した場合、取り消すことができる、権利があるのですが、成人になるとそうした保護がなくなります。契約に関する知識や社会経験の少ない成人になったばかりの若者を狙う悪質な事業者も多いんです。4月から18歳になると親の同意がなくてもクレジットカードを作ったり、一人暮らしのため部屋を借りたりするなど、さまざまな契約ができるようになる。しかしこれらが原因で思わぬトラブルに巻き込まれることも。そこで今回は、はい、おかしいなと思ったらすぐ相談、こちらのテーマでお伝えをしていきます。はい、県の生活センターでは、電話やメールでトラブルに関する相談を受け付けています。はい、こちらの、相談してムーチョのキーワードで検索してみてください。急に砕けましたね。すごい途中まで硬い感じできましたけども、ここ相談して大丈夫なんですよね。相談してムーチョこれ引っ掛けじゃないですよね。悪質商法じゃないです。大丈夫ですね。大丈夫です。相談してムーチョで検索して県の特設サイトをチェックしてみよう。よくある相談事例やメール相談の案内などが掲載されている。どういう相談が多かったりするんですかね。若い世代で特に多いのがこの2つの相談になります。1つが、儲け話などのお金に関するトラブル、そしてもう1つがエステや美容医療などの、美容に関するトラブルになります。こうしたトラブルに巻き込まれないためにはどんな事例があるのか知っておくことも重要です。そうですね。具体的にどういったものがあるんですか。お金に関するトラブルで多く相談が寄せられているのが副業サイトのトラブルです。チャットで、はい、相談乗るだけで簡単に稼げる。はい、そう、こういう広告が、はい、あったりするんです。出てきて、はい、そう、引っかかっちゃう。そうなんです。やっぱりどうしてもあのコロナ禍でアルバイトが減ったりする学生なんかは。そうか、はい、この事例、広告を見て副業サイトに登録したところ、初期費用として高額な料金を支払わされたというケース。こうしたトラブルを防ぐためには、お金を稼ごうと思っているのに高額な支払いを要求される場合には注意が特に必要です。少しでもおかしいなと思った時にはきっぱりと断ることも大切です。また簡単に稼げるや必ず儲かるという広告やセールストークを安易に信じないようにすることも大切です。そんなもんは絶対ないですよ。そうです、ね、楽して儲かるは、はい、絶対にありえません。ですね。そしてもう一つ、若者に多いという美容のトラブル、その事例というのが、無料体験ができるエステがあると聞いて行ってみたら、施術後に高額な費用のコースをしつこく勧められた、結局分割払いで契約をしてしまったというケースです。トラブルを防ぐためには契約をする前によく考えて、安易な契約を、しないようにすることが大切です。悪質な勧誘やうまい儲け話に、惑わされないための術を、ぜひ身につけていただけたらと思います。そして少しでもおかしいなと思った時は一人で悩まずすぐに相談してください。まあ、本当いろんな失敗するのも大人になるってことですから、本当恥ずかしがらずどんどん相談してもらいたいですね。